紙紙とは植物などの繊維を絡ませながら薄く平らに成形したもの。日本工業企画 JIS では植物繊維その他の繊維を膠着させて製造したものと定義されている。工業の紙は直径100マイクロメートル以下の細長い繊維状であれば鉱物、金属、動物由来の物質、または 合成樹脂など、ほぼあらゆる種類の原料を用いて作ることができる。例えば、不織布は、紙の一種として分類されることもある。しかし一般には、紙は、植物繊維を原料にしているものを指す。製法からも、一般的な水に分散させてから、すのこや網の上に広げ、脱水、乾燥工程を経て作られるもの以外に、水を使用しない乾式で製造したものも含まれる。 紙の用途は様々で、原初の紙は単純に包むための包装用に使われた。やがて筆記可能な紙が開発され、パピルスや洋皮紙または白、木管、培養などにとって代わり情報の記録、伝達を担う媒体として重宝された。やがて製法に工夫が凝らされ、日本では和紙の技術確立と共に発展し、江戸時代には襖や和山、ちょちん、 センスなど建築、工芸材料にも用途を広げた。西洋では工業的な量産化が進行し、木材から直接原料を得て、パルプを製造する技術が確立された。19世紀に入ると、イギリスでフルート弾をつけた紙が販売され、瓶やガラス製品の包装用途を通じて段ボールが開発された。さらにクラフト紙袋など、高機能化が施され、 放送用としての分野を広げ現在に至る。紙の原料は、現在の用紙では、木材と古紙がほとんどを占める。木材が紙の原料となったのは19世紀後半からで、それより前は、非木材植物原料が主流だった。また、近年では静止による森林伐採を抑制する観点から、ケナフ、サトウキビ、竹などの非木材植物が注目される場合もある。 紙の原料である植物繊維細胞壁の成分はセルロースヘミセルロースリグニンに細分される。セルロースが骨格を、ヘミセルロースが接続を、リグニンが空撃重点を担う。セルロースは水素結合によって結びつく性質がある。紙を構成する繊維がくっつき合うのは主にこうした水素結合のためである。一方、水素結合は水が入るとすぐ切れるため、 防水加工していない紙は水濡れに弱い。紙の原料として使われた非木材植物には次のものがある。いずれも安定供給や品質の面から木材の代替にはならないとされており、現在では特別な用途で使われている。木材は1840年代に木材パルプの製造方法が確立して以来、紙の原料として使われるようになった。 日本では1889年に最初の木材パルプ工場が建設された。木材パルプの原料にはもともと松果を主とする針葉樹が使われており、やがて紅葉樹も使われるようになった。針葉樹の繊維は紅葉樹の繊維より太く長いため、一般的に針葉樹から製造した紙の方が強い。日本では1960年代から紅葉樹が使われ始め、その後は 紅葉樹の方が多くなっている。強度が求められる新聞巻き取り紙や紙袋、封筒、飲料用紙パックなどでは新葉樹が使われることが多い。一方、現在の印刷、情報用紙の多くは紅葉樹が主原料になっている。新葉樹では仮同感が紅葉樹では寄生胃細胞が主に使われる。その他の組織も紙の中に入り込むが、 紅葉樹の場合、同感要素は細胞が大きく、成形の不揃いや印刷適性の劣化を生じてしまう。日本では1965年から大型専用船でアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、中国などから輸入した木材チップを紙の原料として使うようになった。輸入木材チップは1980年代以降の円高などの影響もあって割安なことから、 現在では国内の木材より多く使われている。木材チップは多くの場合、生死原料用に植林されたユカリやアカシアなどの木材から生産される。製材の生火などの残りや間伐材、廃材などから製造されることもある。現在、古紙の利用率は世界で約50%と推定されている。日本では約60%である。 古紙をもとに紙を作ることは、紙の発明直後から行われていたと考えられ、1100年頃の中国では古紙再生が奨励されている。日本では平安時代に個人が生前に書いた手紙などを好き直し、ホッケ業を筆写して供養することがあり、これは古紙と呼ばれた。紙は排出されるゴミに占める比率が高く、家庭では25%、オフィスからは46%、 1988年度が相当する。これらが個紙として再生されることは、ゴミ軽減の効果が大きい。金属そのものが紙になるわけではないが、金属の酸化物などを紙にすき込むことで、従来の紙よりも薄く丈夫で透けない、高品質の紙を作ることが可能である。もともと、白い色合いを持つ酸化チタンなどが使用される場合が、多く、長期間にわたって、使用。 保存される本に使用される。紙は原料により和紙と洋紙に分類される。割合を見ると、現在は木材を原料としたパルプから機械を使って製造した洋紙が多くの割合を占めている。和紙は7世紀初めまでに中国から伝来した紙が日本独自に発展したもので、元気構造カジノキミ機密タなどが原料である。 和紙は現在でも手すきで作られているほか、1900年代からは機械すき和紙も製造されている。現在の洋紙は主に木材を主原料に機械を使って製造する。日本では1873年に欧米の機械を導入した初の洋紙工場が設立された。なお、木質紙が主流になる以前、洋紙の主原料は木綿のボロや藁だった。 紙の中で主に放送用に使われる厚い紙を板紙、ボール紙という。経済産業省、q 通産省では1948年以来、紙、板紙、パルプの品種分類を所管しており、生産動態統計分類で紙を分類している。2002年以降の分類は次の通り。新聞に使用される新聞紙のこと。新聞用紙とも呼ばれる。 印刷用紙は印刷されることを前提とした紙を、情報用紙は、情報システム用の紙を指す。経済産業省の分類では、以下の5つに分類されている。印刷用紙より強度があり、包装紙や封筒に使用される紙である。見晒し包装紙は漂白されておらず、茶菓子色。渋滞用両皿クラフト紙、両皿クラフト紙などの種類がある。包装紙は クラフトパルプが原料で、純白ロール紙、さらしクラフト紙などの種類がある。ティッシュペーパー、トイレットペーパー、紙おむつ、生理用品などの用途に使用される、吸水性を持つ紙である。工業用と家庭用に分類される、トレーシングペーパー、合成紙、絶縁紙、白竜紙、ライスペーパー、紙巻きタバコの巻紙、書道用紙などが該当する。 日本製紙連合会の調べによれば2012年における世界の紙、板紙の生産量は前年比0.4%増の約4億トン。国別生産量のトップは中華人民共和国で10、250万トン。ついでアメリカ合衆国の7、438万トン。日本に608万トンは世界3位に位置している。 国民一人あたりの消費量のトップはベルギーで約3 1 8ラム、ついでオーストラリアの約2 5 2ラム、ドイツの約2 4 3ラムが続く。日本は約2 1 8ラム。紙は植物繊維から次の手順で作る。こうした紙の作り方は古代中国で発明されて以来基本的には変わっていない。 中国で民末の1637年に書かれた天候怪物では、畜死の作り方を次のように記述している。伝統的な生死方法では、原料となる植物や木綿や麻のボロをアルカリ性の溶液で煮て柔らかくする。こうして取り出した植物繊維はパルプに相当する。また、腰を水につけてパルプを作ることもできる。 例えば、牛乳パックからパルプを作ることができる。植物から繊維を取り出して紙をすくときには、パルプを叩き、繊維が切断、水は、防潤絡み合うようにする作業が必要である。こうした作業を公開という。パルプを公開すると、繊維はまず内部フィブリル化し、次に外部フィブリル化する。水に溶かしたパルプを、すのこや網の上に広げることを、すくという。 すくは、手で行う場合は、すく、機械で行う場合には、すくと表記する。手すきの場合、紙は一枚ずつすく。一方、機械すきの場合は、連続して紙をすくため、高速で紙を製造できる。用紙の製造では、幅広の紙を機械を使って連続的にすくため、大量生産が可能となっている。用紙製造には、次の工程がある。パルプは、 その後の工程と同じ工場の中で製造する場合と別の工場で製造する場合がある。パルプ製造とその後の工程を両方とも行う工場は紙パルプ一貫工場と呼ばれる。用紙の製造過程では多くの場合、木材からパルプを製造する。木材から製造するパルプは製造方法により機械パルプと化学パルプに対別される。現在、 化学パルプでは、クラフトパルプが一般的である。また、腰から作るパルプも多く用いられており、腰脱ボクパルプと呼ばれる。白い紙を作る場合、パルプ製造過程でパルプを漂白する。漂白したパルプは、サラシパルプと呼ばれる。近代的な工場では一般に上階釜が使われるが、1950年代までは、蒸気加熱したチップを上階釜に仕込む位置。 ベッセル方式が主流であった。スウェーデンの神谷社が開発した連続式パルプ化方式が実用化された後は現在に至るまでチップを蒸気加熱後に浸透タワーを経由してから上海窯に仕込むにベッセル方式が主流となった。木材からパルプを取り出すにはまずパルプを煮て柔らかくする必要があり長時間高温、高圧で煮込む。この方式には 釜の大きさに応じた量を一回ごとに煮込むバッチ式と連続して煮込む連続式があるがチップを縦に細長い円筒容器の上部から投入し薬液と混入し煮た後底部から連続的に取り出す方式が連続上海釜であり紙屋式連続上海釜が主流となった2ベッセル方式のメリットは薬液浸透の難しい樹種にも上海薬液 白い雪オチップに十分に染み込ませることが可能である点であり、1970年代に開発された。製紙会社によく見る巨大な塔はこの上階窯である。超成功ほどでは、各種パルプを混合し、公開し、薬品を添加する。公開には、かつてはビーター、現在はディファイナーという機械が使われる。超成功ほどを経ったパルプを紙量という。 少子工程では、少子機を使い、紙量を1%程度に、水で薄めたものを原料に、次の工程で紙をすく。紙量を、網、ワイヤーの上に流して、薄く、平らにすることで、質紙を作る。この工程で水分が重力によって脱落し、紙量の水分は99%、濃度1%だったのが、質紙では80%程度になる。 湿紙にフェルト、毛布を当てて上下から圧縮することで水分を絞り取る。この工程で湿紙の水分は55%程度になる。湿紙を加温して水分を蒸発させ水分が8%程度になるまで乾燥させる。渡航紙の場合はコーターを使い紙の表面を顔料などで渡航する。コーターにはし器と直結することで消子、 都合一工程とするオンマシン式と少子とは別工程とするオフマシン式がある。乾燥し、少子機、またはコーターから出てきた紙は次の工程で仕上げ、加工する。紙の表面にカレンダー、カランダーを使って圧力をかけ、光沢や平滑性を高める。ただし、この時紙の厚さは減少する。カレンダーは金属ローラーと 男性ローラーの組み合わせ、ニップから構成される機械である。コーダーと同様に、カレンダーにも正式と直結させた、オンライン式と別工程とした、オフライン式がある。カレンダーには、スーパーカレンダーとソフトカレンダーの2種類がある。各種用紙に添加される、主な薬品は次の通り、薬品は、調整工ほどで、パルプに混合されたり、 塗航工程で紙の表面に塗装されたりする。機械すきわしにも合成練り、粘剤などの薬品が用いられている。詳細は静止用薬品を参照。紙が発明され普及する前から人間は世界各地で様々なものを文字などを筆記する媒体として利用してきた。例えば次のものが知られている。世界最古の紙は現在 1986年に中国甘宿省の法マナダ、法バタンから出土したものだとされている。この紙は前漢時代の地図が書かれており、紀元前150年頃のものだと推定される。ついで古いのは紀元前140年から87年頃のものとされる橋紙は教師である。橋紙は先生小西安し、橋鎮で出土した。 死書に残された記録では、五感書で、105年に、サイリンが樹皮や麻のボロから紙を作り、和帝に献上したという内容の記述がある。現在はサイリンは、紙の改良者だという説が、一般的である。サイリンによる、最高紙は軽くかさばらないため、記録用媒体として、従来の木管や畜管、憲布に代わって普及した。精神の時代、三世紀には、さ思うの、 三都府を移すために、紙の価格が高騰したという記録が、新庄に記載されており、落葉の鹿を高から染むという古事聖語になっている。紙はその後も改良され、当時代、8世紀には樹皮を主原料とした紙や、竹や藁を原料として混ぜた紙が作られるようになった。宋や民の時代、10世紀以降には、出版が盛んとなったため大量の紙が必要となり、畜紙が、 盛んに作られた。民末の1637年に刊行された天候怪物には、政治の項目で、畜死と樹皮を原料とした紙の製法を取り上げている。紙は、羊皮紙や絹に比べれば安かったが、それでも、上流階級を中心に広く使われる、高価なものであった。11世紀の詩人であった、蘇春金は、自分が勤めていた役所で出た、保護士 書き損じの使い物にならない紙を売って、その代金で宴会を開いたために横領で、休断されている。保護士であっても高値で、取引されていた様子が伺える。清の第五代皇帝は失踪、倹約を掲げていたので、重要な公文書などでない限り、紙は裏返して、使うように進めていた。紙の製法が中国からイスラム世界に伝わった契機は年の、 タラスカ藩の戦いでアッバース長軍に捕らえられた塔の捕虜に紙職人がいたことである。サマルカンドでは757年に製紙工場が作られた。イスラム人は紙の原料としてアマを使ったりサイズ材として小麦粉から作った澱粉を使うなどの工夫をした。こうした紙はイスラム世界で広く知られるようになった。その後バグナットダマスカスカイロフェズなど イスラム世界の各都市に製紙工場が作られ、その技術は1100年にはモロッコまで伝わった。紙はイスラム世界で主要な筆記媒体となり、ヨーロッパへも輸出された。1144年には、当時大破、イスラム商国の支配下にあったイベリア半島のシャキバにヨーロッパ初の製紙工場が作られた。1102年には、シチリアに、シチリアの征服、 1061年1091年、完了後間もない頃、1189年には、フランスのエローで、1276年には、イタリアのファブリアーノで、製紙工場が作られた。これ以降14世紀までの間、ヨーロッパでの紙の供給地は、イタリアとなった。1282年には、ファブリアーノで、スカシが発明されている。その後、製紙工場は、 ヨーロッパ各地で作られ、アメリカでも1690年にフィラデルフィアに設立されているフィラデルフィアの建設は1682年に始まったばかりであった。1450年頃にグーテンベルクにより活版印刷が実用化されると印刷物が大量に作られるようになった。1473年には機械で印刷された楽譜が初めて登場した。 1488年には、イタリアのソンチーノに作られた、印刷書カーサデッリスタンピトリで、ヘブライ語聖書、タナハ、旧約聖書が印刷された。こうして印刷物が、世界中に広がり、紙の需要は増大した一方で、慢性的な紙の原料不足を引き起こし始めた。ユグノー戦争、1562年から1598年の終わりに、 アンリ四世が、なんとの直霊、1598年を発したことで、多くのユグノーがフランスから亡命した。特に、オーベルニュやアングモアのユグノーが亡命したことは、フランス製の紙を輸入していた、イギリス・オランダにも大きな影響を与え、ヨーロッパでは、生死の機械化が進められた。公開、二は、紙の製法がヨーロッパに伝播した時点から、水車を、 動力源に石臼を動かすスタンパーが使われており、1680年にはより効率的な、または、が発明された。連続型衝撃は、1798年には、フランスのエンジニア、発明家、ロベール兄弟は、別人によって小型模型が作られ、1826年に、イギリスのエンジニアが完成させた。一方、紙の原料不足については、 特に十九世紀には大きな問題となった。当時、紙の主原料は甘や木綿のボロであったが、木材を使うことで解決された。1719年にフランスのルネレオミュールは、スズメバチが木材を噛み砕いて巣を作っている様子を観察した結果として、木材から紙を作ることができるという内容の論文を発表した。ドイツの八百四十年とカナダの 1844年は、細木パルプを作るためのグラインダーを考案し、グラインダーは1846年に実用化された。また、1851年には、火星ソーダを用いた化学パルプの製造がイギリスで成功し、1854年に実用化した。当時、木材には、針葉樹の丸太が使用された。なお、当時はまだ紙は貴重であった。 1844年、イギリスで、ピール銀行条例によって、イングランド銀行が、中央銀行として、銀行券、スターリング・ポンド紙幣の発見を独占した、通貨学派対銀行学派。偽金の偽造防止技術として、従来のスカシ以外の技術が開発され始めた。20世紀にかけて、細木パルプ、化学パルプともに改良が加えられ、 木材を原料とした紙が機械で大量生産されるようになった。1940年代以降、クラフトパルプ製造法が確立され、紅葉樹を利用できるようになった。また、1960年には木材チップをパルプ化する方法が開発された。1970年頃から、酸性紙は50年を超えるような長期保存ができないことが問題となり、 硫酸バンドや老人系サイズ材を使わず、石油を原料とした中性サイズ材を使う方法が考案された。同じく1970年代頃から強度を高める目的で従来のデンプン類に変えて、ポリアクリルアミドを紙力増強材として使う方法が考案され、また、公害防止のために排水中の BOD、COD、 微細胞形物を削減する取り組みが進められ、ポリアクリルアミドを、うどまり剤や凝集剤として使うことが広がった。1980年代以降、古紙のリサイクル比率が高まり、古紙に付着している印刷インクを除去する脱木剤として、合成の海面活性剤が応用されるようになった。紙の製造管理や、小取引上では、次の寸法や単位が用いられる。 紙の寸法には、断裁に必要な周りの余白を含めた、原子寸法と製品に仕上げた時の寸法である。紙加工仕上げ寸法がある。こうした寸法は、日本工業企画や ISO により、企画化されている。原子寸法には次の種類がある。仕上げ寸法には、A 列と B 列がある。一連とは、一定寸法に仕上げられた紙千枚。 板紙の場合は100枚のことで、紙取引の基準となる枚数である。小数点を使い、2.5連、2500枚のように、表す場合もある。壺量は、紙や板紙の基準となる重さを、単位面積である1メートルあたりの重量で表す。単位は、G 枚メートル。壺量は、紙の基本品質を表す、重要な項目である。米壺とも言う。 元は一尺四方あたりの門目単位の重量のことを壺量と呼んだ壺を参照。厚さについて言及する際、単にグラムといった場合は壺量、ベイい壺を指す。燃料は一定寸法に仕上がられた紙千枚、一連の重量。寸法は日本の場合、板紙では実際に取引する紙の寸法を、板紙以外では46番。 788mm1091mm、mm、が一般的である。一連が千枚出ないのが通常、例えば百枚である用紙の場合には、燃料も変わる。燃料は紙の重みだけでなく、厚みを比較する目安としても捉えられている。厚い紙は郵便はがきで 209.3kg、薄いものは純白ロールし 34kg がある。ただし、 紙質によって同じ厚みでも密度は異なるため、あくまで目安。同質の紙同士で厚みを比較する際には、良い参考になる。厚さについて言及する際、単に、キロ、グラムといった場合は、46パにした時の連量を、指す。紙の基本物性と評価には、以下のような項目がある。紙は、その用途に応じた性能が求められる。 印刷を前提とした紙にはインクを染み込ませる機能が必要となり、吸水度をくれ無法やコップ法などで計測する。逆に包装材料の中には、防水や耐水性を付与した紙もある。食品包装用には、油や脂質への耐性が求められるものも多くある。壁紙では、難燃性が求められる。また、作業性や機械適性も紙の要求機能に入る。 ダンボール製造などでは、生産機械を用いて、大量製造をされる際、紙がカールしていては、使用に耐えにくい。印刷では、紙の表面硬度や平滑性、印刷時の圧縮性やインクとの適性、チョーキングや裏抜け、紙小発生によるバイリングの防止、オフセット印刷における紙中の水分が原因となる、ブリスタリングなどがある。その他、応援用紙では、吸排拝機能や、 走行機能、耐久性、トナーやインクの定着や解像度なども問題となる。コンピュータなどの電子技術が普及すれば、紙を使わなくなるペーパーレスが実現し、印刷や配布、紙の保管などのコストを削減できるだろう、とする予想があった。しかし、コンピュータが高度に普及した現代においても、紙の使用量は減少していない。紙に代わるデジタルドキュメントシステムで、 移行の手間などやはり大きなコストが発生すること、紙のアフォーダンスを再現することが難しいことなどが原因として挙げられる。紙は環境問題で議論の対象となることが多い。日本国内で生産される紙の原料の約6割は腰だが、残りの約4割は木材などを原料としたバージンパルプである。バージンパルプの原料には、 丸太を製材に加工する際に発生する残材、破材なども使われるが、丸太を2から3センチメートルの大きさに砕いた木材チップが用いられている。木材チップは国内産のものもあるが、日本国外から輸入されるものの方が多い。木材チップの原料には、主にユーカリやアカシアなどの植林木が用いられている。しかし、植林を行うためにその土地の天然林を、 伐採している事例もあるとの指摘がある。また、木材チップの原料の一部には、天然林から伐採された丸太も用いられており、環境団体からは、天然林の伐採対象には、生物多様性が豊かな原生林も含まれている、ことが指摘されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。